ここは楽しいと思ったのは土曜の夜じゃない。燃えるのに焼ける匂い、暴走族と青春の基盤にしてるから、ね、今ブラックエンベラーって楽しくやってるからさ、マットなんか邪魔しないでね。万が一ね、晴海ってはね、喧嘩かもしれん。喧嘩それで検問突破な、なんとかな、仲間内でやっちゃう場合もあるじゃん。いや、変でやるんだってやるときにはさ、上半身裸になった方がいいよ。ちゃんと聞けよ、聞いてるのか。誰に言ってもらいたい？一人でダメだろうね。風呂に行ってもらいたい。なあ、一緒に行くんだろ。警察で強いことを言えないチームじゃないんだよ。新宿のブラックエンプラーっていうチームがもっとね、一つに調和するっていうのは暴走族が似合うんだろ。お前らやめるやめない自由だけどよ、挨拶ぐらいしたらどうなんだ。面白い時だけ味わってさ、嬉しい時はお前家帰って寝てるなんてことはしないでほしいんだ。暴走族務まんないようなやつは社会には出れないっていうことだ。夕日だいつまだ東京の街は